急なんですけど、ドラマに出ます。それがですね、今カンテレさん、そしてネットフリックスでも同時に配信されている沖田画寮さん原作監修、総監督は藤井道人さん、そして桐谷健太さん、ジェネレーションズの佐野レオさん、元 V6 の森田剛さん、横浜流星さんらが出演するインフォーマの7話に出ます。え、本当に？これが去年原作の沖田さんからお話をいただきまして、出てーってなった理由が、このオファーが来て断る人あんまいないと思うんですけど、この出演の役がタック TV で出演します。そんなガッツリ主要で出たわけではないんですけど、まずね、このドラマっていうのがめちゃくちゃ面白いです。情報屋っていうね、インフォーマーを題材とした作品なんですけど、アクションも多くて、だから情報屋っていうとね、難しいのかなって感じるかもしれないですけど、すごいわかりやすいです。しかも1話30分の尺なんで、もう一気に見れます。これは僕が出るからうんぬん関係なし、忖度なしで、めちゃくちゃ面白い作品です。で、どういった場所に出るかというのはちょっと言い過ぎるとあれなんで あんま言えないですけど、タック TV としてその作品で起こるその、まあ、事件を話してるところを、こう佐野レオさんがそんな嬉しいことないですよ。何が嬉しいって、ドラマに自分が自分の役で出るっていうところね、これがね、もうすごい嬉しいです。24日の配信なんで、皆さん今すぐネットフリックスでまだ見てないよって方はチェックしてください。よろしくお願いします。以上、今日の Q でした。はい、どうも皆さん、 YouTube こんばんは、ゆうかんです。最近の映り込みの報告です。最近はこちら、はい、なんとこの度実はトップガンマーヴェリックに映り込むことができました。まさにゆうかんです。はぁ、全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部小田区です。お願いします。久しぶりですけど、何してんすかね。そんなことはいいとして、視聴者さんからこんな DM 来てました。ありがとうございます。タクさん、こんばんは。こんばんは。以前上げてた IQ141 の小学生の動画面白かったです。ただ一つクレームなのですが。え？急に？このサムネを見て思ったことがあります。それが、なぜかサムネに子供が映っていると不気味に感じてしまうということです。これなんとかなりませんか？サムネ子供のやつ全部変更してくれると嬉しいです。いや、無理無理無理。それ無理ですけど。ついでに不気味な子供ネタなんかあったらお願いしますということなんですけど。まあ、確かにですね、何かの事件系と子供とか、ホラーでも目の黒い子供とか、そういう子供が何か映るとちょっと不気味さ増しますよね。中国の大躍進政策のサムネなんかもそうなんですけど、なんか不気味ですよね。なので今日もサムネいった、あえて逆いった。なので本日は過去にテレビで放送された映り込みなんかをメインとした不気味な放送事故、こちら紹介していきます。僕のチャンネル過去にはですね、トラウマ級の放送事故とかテレビ系のやつ上げてますんで、概要欄見てください。早速です。1つ目、 NHK 教育テレビお母さんと一緒。はい、これは知らない人いないと思うんですけど、まあ、ちょっと余談なんですけど、たった1文字、お母さんが一緒になるだけで意味深にすることができるんですよ。こちら NHK 教育テレビとかで放送されてる2歳から4歳児向けの教育音楽番組なんですけど、まあ、日本と NHK を代表する番組の一つと言われてるぐらい放送歴は長いんですけど、この回にですね、かなり不気味なシーンがあるとして話題になりました。それがこのサムネにもなってるんですけど、右上に立ってるこれ直立不動の子なんですけど、この番組の終盤でですね、お兄さんと子供たちが一緒にわーっと踊るっていうコーナーがあるんですけど、この子だけ全く動かないんですよ。ただ立ってるだけでもなくて、わーっと踊ってる子供たちの後ろで一人体操服を着てじっと体操座りとかをするんですよ。で、何もしないんですね。これすごいなんか不自然じゃないですか。さらにね、この状況に対して画面の外にいるスタッフとかも、まあ、お兄さんもフォローに行く気配とか全くなくて、というか他の子供も関心がないというか、なんなら見えてないレベルでいつもと変わらない感じで放送されてて、まあ、この日の放送っていうのが終了したんですね。いや、もちろんね、普段こうみんなが楽しそうということで、こういう子がいたらお兄さんとかが手をつなぎに行ったりとかするんですけど、この前面の空気感とその奥のギャップっていうのがすごい不気味だったんですよ。さらにこの子がいたのが実はこの回だけじゃなくて、次の回、そしてまた次の回と連続して出演していたんですね。しかも同じ服、同じ場所で体操座りをしていたんです。しかもずっと無表情のままで、これなんかさすがにちょっとあるんじゃないかということで、この放送を見ていた方が番組サイドに問い合わせたんですよ。まあ内容は、いつも後ろに子供を映ってるんですけど、あの子なんで動かないんですかと、なんとかしてあげられないんですかというふうに。するとスタッフが、あーやっぱ映っちゃってますか、実はそんな子供いないんですよねって、とんでもない答えが返ってきたっていう話があるんですよ。で、当時、まあ、このような問い合わせが何回も立て続けにあったそうでして、ただこの番組のこの最後っていうのが、出演の子供ってそもそも毎回変わるって言われてたんですよ。だから座ってる座ってないの前に同じ子がいること自体がおかしいっていうふうにまたなりまして、この噂が一気に広まったんですけど、これ実はですね、半ば都市伝説で半ば本当なんですよ。っていうのも本当の真偽は不明なんですけど、当時この男の子だった方がブログを更新してるのを僕見つけたんですね。で、内容をちょっとまとめますと、あれは実は僕ですと、で結構僕じゃないかなと思ってたけど映像確認したら僕でしたと。結構記憶ってのは曖昧だけど、
けど、母親に聞いたら、確かにあんた1週間ぐらい、10日ぐらいこの番組とかスタジオ行ってもぼーっとしてただ座ってる時の時期あったなみたいな感じで言われたそうでして、まあ、自分でもそういえばあって、まあ事情はちょっと言えないけど、まあ、何かそういうことがあって、まあ、15年前の記憶が蘇って、あれは自分だと思い出したそうです。なので同じ子が出ないっていうのは都市伝説だと思いますね。次です。こちらも NHK なんですけど、最近話題になったものなんですけど、いないいないばー、 E テレの子供向け番組なんですけど、あのこの番組に出演してる白と緑のワンワンっているじゃないですか。このキャラクターが暗いトンネルでなんかボール遊びして高笑いして逃げるっていう映像が流れたんですよ。とんでもないじゃないですか。で、映像自体はこれなんですけど、これが急に流れたらとんでもなく怖くないですか。で、実際去年の12月の20日に放送されたと言われてて、平日の朝から子供見ていたって考えたらちょっと狂気ですよね。さらにですね、ツイッターにワンワンの非公式アカウントってのがあるんですよ。このアカウントが12月の31日の午前0時っていうね、まあ、年が変わったタイミングなのか分かんないですけど、この映像を切り抜いたものをツイートしまして、まあ案の定このツイート一気に拡散されて、怖すぎる、ダークウェブ版のワンワン、これぞマジの犬鳴きトンネルとかで大騒ぎになりましたね。いや、これ本当なんだったんでしょうね。次です。3つ目、こちらも NHK 連続テレビ小説カムカムエブリバーディ、通称カムカムのワンシーン。こちら2021年11月頃から2022年の4月頃まで放送された、大正昭和平成令和とか、この4時代を生きた家族の100年間を描くというドラマなんですけど、で問題になったシーンが2日ありまして、まあ、この時代には本来あるはずのないものが映っていたっていうものなんですけど、これが2月10日に放送された回、この時のヒロイン役、日向役っていうのが河合里奈さんだったんですけど、可愛いですよね。1983年の京都の街を路面電車に乗りながら移動するっていうシーンがあるんですけど、この路面電車の窓の外にですね、普通にトヨタのプリウスが映り込んでいたんですよ。さらにこれだけではなくて、1週間後の2月17日、この日も路面電車あったんですけど、窓に映った背景に当時走ってるわけないダイハツのタントとか、超現代的な住宅余裕で映り込んでたんです。これを見たツイッターでは、窓と、もう車と家がもう現代ないかと、カムカムプリウスの次はタント映っとるぞと、もう1983だからもうその映せないんだったら普通にやめろよみたいな感じで、すごい多くのツッコミついてがつぶやかれて、本編と関係ないところで話題になりました。 NHK 大河ドラマでもこれ実は1回あって、鎌倉殿の13人のワンシーンなんですけど、こちら鎌倉幕府の第二執権となった小栗旬演じる北条時義ですね、この平安末期から鎌倉前期まで描いたという物語なんですけど、問題のシーンがですねこれでして、はい、これが2022年3月13日放送の第10話ですね。北条時義たちの軍が敵軍に突入するほんの一瞬のシーンなんですけど、もう時間にしては1秒もないぐらいの部分だったと思うんですけど、よく止めて見てみると、マスクをしたスタッフが3人ぐらいもう映り込んでるんですよ、がっつり。もう1人はもうなんかカメラ構えてるんですよね。まあ当たり前なんですけど、ドラマ撮影ってなったら絶対スタッフなんか映り込まないとは思うんですけど、仮に映っても編集で絶対カットされるんですよ。でもこれだけコンマの出来事だったんで、多分編集の時でさえ気づかずに放送されたと言われています。まあ見てる人はね、作ってる人の何十倍以上の数もいますから、まあそういうのもありますよね。次にですね、 NHK だけでなく民放の方ですね、こちら紹介します。はじめはテレテテでおなじみミュージックステーションです。いったん CM です。なんですけど、こちら2013年11月29日嵐のプレミアムメドレーのライブ放送中なんですけど、歌ってる嵐のニノですね、このニノさんの左後ろ3本指の影は手上げてるのに、普通に手は上げてない赤いチェックの柄着た、まあ、女性これ映り込んでるんですよ。これうわ怖ーってなるんですけど、まあ、よくよくあの PR のポスター見ていくと、これ当時あのドラマで共演してたその主題歌をこれニノさん歌ってたんですけど、その共演してた深田恭子さんの映像なんです。その映像が流れててたまたまそう見えただけらしいですね。次はお昼の情報番組、はい、でおなじみ情報ライブミヤネ屋さんです。はい、これね、ごめんなさい、こちらは2014年7月9日なんですけど、当時番組では同じや同じや思うてでおなじみ野々村龍太郎議員の特集組んでたんですけど、まあ、財務活動費の管理体制について議論してたんですけど、パネルの下からこっちをずっと睨むような形で人の目みたいなのが映ってたんですね。でこれが SNS で拡散されて、パネルの裏になんかおるとと、いや鳥肌立った、心臓止まったってね、予想以上の騒動になりました。実際問い合わせが多かったらしくて、その後読売テレビっていうのが、すいませんとこれ実はあのスタッフが映り込みましたと、ご迷惑おかけしましたと謝罪する事態になりました。続きまして、これ5年くらい前、結構最近ではあるんですけど、あのこれはねめっちゃ怖いです。それが僕が大好きでしたトンネルズの皆さんのおかげでした。一部のコーナーで突撃隣のチャッチャとキッチンっていうコーナーで2017年11月25日放送されたんですけど、この時タレントの千秋さんがですね、一般家庭にお邪魔した際にですね、冷蔵庫と壁の間からこちら真っ白のなんかもうこの世のものとは思えない顔がちらっと覗き込んでるじゃないですか。めちゃくちゃ怖いんですよ。もうひょっこりはんとかそんなレベルじゃないんですけど、でこれがもしかしたら千秋さん気づいてたんじゃないかみたいな、映像では目をそらしてる感じがしてて、だから視界に入れないようにしてるのが分かるんですよ。ちょっとこれから寝ようとしてた方、ほんとすいません。じゃあ次ラスト行きましょう。これがちょっと今までとちょっと経路変えまして、もう一言で言えばちょっと不気味な美しさをまとっている、まあこれはまあこう映り込みっていうかね、勝手に盛り上がっただけなんですけど、それが今ですね、連日大相撲に映り込む謎の美女玉里石の妖精という方がいて、玉里石っていうのが土俵に最も近い、まあ、座布団式の観客席なんですけど、土俵から砂が飛んでくることから通称砂かぶりとも言われてるんですけど、この料金が本場所になると1人2万ぐらい、もうすごい高額な値段で販売されるんですよ。でこの玉里石に座るこの女性っていうのが
が2020年11月場所以降ですね現れるようになったんですけど、すごい美しいんですよ。でなんか上品で、まあ、姿勢もかなり良くてすごい目立つ存在になったんですね。この映像を見た人たちがこの女の人いつもいるねということで、妖精さんとかものすごいピンとしてるからピンコって呼ぶ相撲ファンも現れたんですよ。暴落じゃないぞ。でそんな中2021年1月、週刊誌がこれ直撃インタビューしたんですよ。その際彼女はですね、あの実は家族が講演会に入ってるということを明かしたらしいんですよ。でまあ自分は一般人なんでつって、他のことには何も語らなかったと。いや当たり前じゃないですか。まあ何かしら教会との距離が近い人物なのかもしれないんですけど、ただ結構もう熱烈なファンがいて、彼女の写真を投稿して身につけてる洋服とかバッグとかもう値段を特定するとかもやるんですよ。しかも今調べたら、この彼女のワンピース姿だけをまとめたサイトとか、その日ごとの感染状況とか、それをまとめたサイトまでできてるんですよ。おい相撲をもっとどうにかせこれ。まあなぜか知らない間に熱狂的なファンがついてしまったということです。はい、というわけで今回はですね、映り込みで NHK や民放放送の番組放送事故回、最後妖精さんについて紹介しました。まあ皆さんの中で記憶にあるテレビ放送回あればぜひ教えてください。僕が好きなのは諦めたスタッフですね。これ見て最後お別れしましょうか。お伝えしました。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。